皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。明日から変わる教室の心のヒント集の本日のテーマはココシャネルの言葉から欠点こそ魅力というお話をしていきたいと思います。ちょっとここ何回かはシリーズものでお話をしていこうかなと思っているんですけど、こちらの本ですね、ココシャネルの言葉っていうあの本があるんですけどね、山口美智子さんって方が書いた本なんですけれども、この中 の言葉っていうか、格言っていうんですかね、そちらの方はあの私と非常によく似てる、そんなこと言ったらシャネルに失礼なのかもしれないんですが、考え方が多分当時でこの考え方を外向きに発信していったらおそらく結構顰蹙を買ったりとかしたことは多かったと思うんですけれども、彼女はそんなことも物ともせずに確固たる信念を持って生きていて、かっこいい女性だなというふうに思ってこの本を読んで思ってたんですね。で、私もちょっとやっぱり昔から変わっているというか、いわゆる普通の女子っぽいところではないところが結構あって、まず女子のグループっていうところにあまり帰属しないっていう、群れないっていうことですね。なので何個かだいたいこう女子が集まるとグループグループグループっていうのはできてしまうんですけれども、もちろんその居心地がいいところがあれば別にそこでいたりとかしてましたけど、ことさらそこに帰属をして、でそこの中の誰かに従属し支配されるっていうことを好むタイプではなかったので、そんなにこうなんとかさんが言ったから心が思わないのに従っていくとか、そういうことはねなかったですよね、昔から。なので私はそんなにたくさんの親友っていう人は別に必要としなかったし、大概1人とか2人とかそれぐらいでいいと思ってましたので、そんな人生を小さい頃から過ごしていたんです。で同様にですね、欠点って言われるものとか、今日 のテーマの方は欠点こそ魅力っていうことをお話をしていくんですけれども、欠点も結構ありますね、私の部分においても。よく皆さんが誤解するのがですね、確かに私は多少人よりは器用にあらゆることをこなせるかもしれないんですけれども、広く浅くはできるんです。だけれども一つだけの技能をものすごく深掘りっていうのはできない、飽きちゃうからです。だから長所でもあり欠点でもあるっていうところで言うと飽きっぽいっていうのはねあるかと思うんです。ただなんていうのかな、お仕事的にこれは必要だとかやらねばならない、継続っていうことを私は皆さんにお伝えしている立場もあるので、そういう観点からするときちんと継続もします。なので、考え方と捉え方の違いと思うんですけれどもね。だから欠点は確かにある側面から見たら欠点かもしれないですけれども、飽きっぽいっていうのも結局次から次へといろんなことをチャレンジしていく好奇心がものすごくあるわけなので、だからいろんなチャレンジを私はすることができたので、結果としていろんな技能を身につけることができたりとかしました。だから欠点も必ずしも欠点ではない、必ず相反する2つの顔を持っているっていうふうに思った方がいいのかなと思います。身体的欠陥っていう部分で言うと、おそらく顔が小さい分、これは皆さんにものすごく羨ましがられるんですけど、確かに身長、私実は164なんですけど、164より大きく大概皆さん見えるみたいです。170とか174とか、だからスタイルがよく見えちゃうんですね、実際そうでなくてもですよ。だけれどもその分、顔に対しての肩幅ですね、このあたりのバランスは良くないから肩幅がすごく張って見えてしまうので、それがあまり感じないような服装を選ぶようにはしていますね。だから顔が小さいがためにその体のパーツの方が目立ってしまう部分を、隠すというか理解して服を選び上手に付き合うって言えばいいんでしょうか。ただその
私は自身は顔が小さいっていうことはそんなに自分にとってはすごいいいことだとは思ってなかったんですけれども、皆さんにね、顔が小さい顔が小さいって羨ましいって言われて、あ、そっか、羨ましいことなんだって後で分かったっていう、まあそれぐらいのことですね。だからこのシャネルの方の、言葉にも書かれてるんですけれども、19世紀にもてはやされた体っていうのが、まあ、豊満な肉体ですね。ちゃんとこうボンキュッポンみたいな、そういう感覚から言うと、シャネルはどちらかっていうと、まあ、スレンダーで痩せているっていう、まあ、そういうすっきりした体型だったので、逆にその、まあ、スレンダーな体を生かしたようなファッションとか、そういうものをこうファッションリーダーとして作っていかれていたので、欠点っていうのは欠点として自分が捉えてしまって、それ以上動けなければ欠点になってしまうんだけれども、それを逆手にとってきちんと外向きに見せたりとか、自分がそれを許容して認めることができると長所になるんだよなっていうのは感じています。なので例えばご本人のことでないにしても、まあ、教室の特徴とかそういうものも相反するものを大体包括して含んでいたりすることが多いですね。まあ、少人数制っていうのはある意味レアな個性的な部分でもあるんだけれども、全員が少人数制を好むわけではない反面もあるっていうことです。ワイワイ楽しく賑やかにいつでもパーティーみたいにやっていきたいっていうタイプの人を集めるんだったら少人数制じゃない方がいいと思いますしね。マンツーマンでしっかり技能と技術を身につけていくっていうことをしたいようなタイプの人にだったら、やはり少人数制っていうのが向くわけなので、一長一短あるっていうことです。なのでその訴える人にとって長所に見えるように、自分の教室の特徴を見せていけばいいので、欠点っていう捉え方をすると自分自身も教室そのものも欠点になってしまうので、違う側面から見た場合に長所に転換できないか、弱みを強みに変えるっていうことですね。そんな転換の方も、ぜひトライしていただけると、いろんな発展とか新しい人へのアプローチもできるんじゃないかなと思いますので、ご参考に。それでは。